皆さんこんばんは。今日も夜がやってまいりました。というわけで今日も古民家で晩酌、早速始めていきたいと思いますけれども、今日はですねテーマ発表させていただくと、うまそうな魚介類を焼いて飲む、そんな感じです。では早速いきましょう。まずはいつものようにこれから、はい、今日の1本目はこれ、サントリー生ビールトリプル生ですね。では早速いただきましょう。そしていつものように健康第一ジョッキについでいきます。はい、まあまあいい感じに入りましたね。ではいきます。人は乾杯の数だけ幸せになれます。全国の皆さん、ご一緒に乾杯しましょう。いきます。今日も一日お疲れ様でした。乾杯。うまい。久しぶりにトリプル生飲んだけど、うまいね。そんな感じです。はい、まず1品目はこれ、輪島の朝っていうやつね。すごいタイトルですね。まあ、輪島っていうからにはわかると思いますけど、能登半島ですね。はい、これは能登半島地震をね、支援するためになんかフェアやってたみたいで、そこで名人が半額で買ってきてくれましたよ。これ醤油漬けみたいなんやけど、焼いたら美味しいみたい。早速焼いていきますよ。ただしちょっと開けて半分ぐらいに切ってから焼こうかな。少々お待ちください。はい、名人が開けて切ってくれましたよ、半分に。では早速焼いていきたいと思います。いい感じやね。醤油漬け美味しそうやね。はい、そしてもう一枚。はい、こんな感じかな。はい、では少々お待ちください。はい、そろそろいい感じに焼けてきたね。早速食べていきたいと思いますけど、めっちゃうまそう。ではいただきますよ。はい、あ、お、これはうまいね。うん、醤油漬けって焼くとうまいね。びっくりした。これはビールが進むくん。はい、そして次はこれ、富山県産のホタルイカ、からし酢味噌もついてるよっていう感じやね。これね、生食用やからこのまま食べれるんやけど、やっぱり俺の場合はちょっと屋台横丁で炙ってからね、このからし酢味噌で食べたいと思います。では焼いていきます。はい、では焼いていきますよ。やっぱり富山県産のホタルイカはちょっとでかいね。美味しそう。さすがやね、やっぱり富山県産のホタルイカなんでこんなうまいんやろねっていうぐらいうまいからね。はい、では少々お待ちください。はい、そろそろいいかな。
あんまりね、焼きすぎるとちっちゃくなるからね、これぐらいにしとこうかな。では、いただきますよ。はい。これね、炙ると皮が縮んでね、中が出てくるのよ。これがうまいよ。はい、からし酢味噌にちょこっとつけて、湯気が出たとこいただきます。はい、ちょっと炙るだけで味が凝縮されるっていう感じやね。これは間違い Nothing。 そして1本目終了。そんな感じです。はい、2本目はいつもの本麒麟いただきます。そしていつものように YouTube ジョッキについていきます。はい、チャンネル登録お願いします。チャンネル登録をして俺と飲み仲間になりましょう。では2本目本麒麟で乾杯。うやっぱりうまい。はい、そして次はこれブリ。美味しそうなブリ。これね、名人が焼けって言って買ってきましたよ。ということで早速焼かしていただきますよ。はい、ではブリを焼いていきますよ。はい、俺の分と嫁さんの分、とりあえず2切れ焼いていきますよ。そしてこれね、塩を振っていこうかな。はい、今日も出ました、ヒマラヤピンク岩塩。これをねちょこっと、こんな感じかな。はい、では少々お待ちください。はい、そろそろいい感じに焼けてきたね。このブリはね、生でも食べれるからね。もともと刺身用のブリをなんかこういう焼き魚にできるようにしてくれたやつやから、めっちゃ新鮮よ。では早速食べていきたいと思います。はい、ではちょっとあんまり焼きすぎるとね、本当の焼き魚になるから、ちょっとレア気味でいただきますよ。湯気見えるかな、めっちゃ出てうまそうやね。もう塩振ってるからこのまんまかぶりつくよ。いただきます。はい、絶対うまいよ。油乗ってる感じする。これはうまい、やばい。は言うこと Nothing。 美味しかった。今日すべて売ってたのは平和堂さんですよ。そして買ってきたのは名人、名人セレクトの参戦っていう感じやね。ところで猿吉くん、今日は何飲んでんの、それどうしたの。はい、猿吉です。いやー、陳さん、これはですね、キリンの、本キリンのショート缶。これどうしたかっていうと、もちろんそこの顔怖いおばはんにもらいました。
なんでもらったかっていうと、今日買い物してね、夕方ガラガラって玄関のドア開けるから、サルちゃんトコトコって言って、それでおばはんさん今日もお勤めご苦労様でした、今日はなんかうまい海鮮焼いて食べるんやって、それやったらサルちゃん苦いビール飲みたいねって言ったら、いきなりボーン、バン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 、16問キックっていうことで一通りされて、おはんさん今日はなんでいきなりそんなことするんですかって聞いたら、する、今日はな、なんかもう春やのに急にまた寒なったから、なんかもう腹立った、だからちょっとお前に八つ当たりのパンチとキックさせていただいたよ、そんな感じやで。え、そしたらひょっとしたらおばあ今日は飲ましてくれるっていうことですね、むしゃくしゃして殴る相手をさせられたサルちゃんに、俺のビールはどこですかって聞いたら、サル、よう言った、その通りや、お前にやろうと思っていつものお前のビールを用意しといた、どうぞって言うんです。おばあさん、そんな殴る蹴るしたら普通はロング缶最低でも来るんちゃいますのって言ったけど、その時にはおばあはどっかなんか走って逃げてましたよな、おばあ。そして今またここに来てるっていう、そんな感じやで。っていうことで、とりあえずおばはんにこのショート缶もらったんで、お礼だけ言っとかないと、また後で怖いからね、あの怖い顔がさらに鬼のような顔になるからね、そんな感じやから、お礼言っとく。おばはん、おばはん、今日は殴る蹴るした割にはショート缶しかくれへんかったけど、とりあえずありがとうの、それだけ言っとくで。そんな感じで今日はなんとかビールにやりつけたサルちゃんです。以上。そうやったよね、サルちゃん。まあとりあえずショート缶でももらえたからいいんちゃうと言いながら、ふと時計に目をやると、まあまあいい時間になってるんで、この辺で撮影はお開きとさせていただきたいですけど、一応締めのやつだけ紹介しておきますよ。締めにね、なんか500円均一のネギトロ買ってきてくれましたよ、名人が。まあ締めはね、これ食べさせていただきますと言ったところで、今日はここまででおしまいにしようかな。ということで、今日も見てくれてありがとう。コメントとグッドボタンはお願いします。それだけ言ったら今日はここまで。残念無念、また次回も見てね。よろぴくー。